Oh, yeah.
してみようということでね。怖い。慣れてないよね、二人ともね。なので、ロング自己紹介を皆さんに披露したいと思います。はい、じゃあまずね、日本で私がやるので、みんな、フルタじゃなくてって言ったら、モチだって返してください。いきます。フルタじゃなくて、モチだー。モチだは濡れてません。みんなでりんさんと、モチモチこと、モチだまなです。よろしくお願いします。頑張ってます。はい、じゃあ、では、さくらが毎日ヌルヌルしてますかって言ったら、皆さんの太い声で、うおーって、だって言ったら、ね、おたげみみたいな感じで言ってください。はい。はい、どうでいいの？どうだけ？皆さんの太い声を聞かせてください。毎日ヌルヌルしてますか？うおI'm sorry.
時間なくなっちゃうから1番だけで大丈夫です。いただきました。ちょっと耳すってたとこあるけど頑張ってこれから覚えていきましょう。はい、じゃあ次じゃあ次は次ダンスのね試練を行きたいと思います。みんなよくいつも踊ってるヒーローを私後ろから見て煽るので、煽るに負けないぐらいあの元気いっぱい踊ってください。みんなだから煽り私に負けないように煽り言うんやで、分かった？え、黙ってんの？誰も歌わないけど私煽りだけ言うからみんな煽り私に負けないぐらい言うんやで、OK？ そこも対決だ。そう、はい、じゃあこちらついてください。見えるんだろうな。好きな曲聴いてください。ヒーロエクスタシーの意味って、早く早く早く
間の時間かな体感の時間をみんなと一緒に過ごしたいという意味だと思います。行くってことだよ。そう、みんなねチケット今あるので買っていただきたいんですけど、ウェットでやりたいことがあって、みんなウェットの時ゴールに夢中だと思うんですよ。ゴールにね、ゴールじゃなくて一緒に振りやっていただけませんか。振りこれ、手を右手を一緒に回す、これをちょっとねやってほしくて、みんな協力してくれたら嬉しいです。はい、あとただそれぐらい。最後、ウェットいきます。頑張れ。それでは、聞いてください。頑張れよ。
すげえよかった。こんな感じで、すげえ。残りながらも頑張らせていただきました。今日の格好が、そのまあ先生という意味も込めたんですけど、あれ本当は汗かいてベッドになるはずだったんですけど。Yeah.